時は乱世、戦乱の時代。五冠の末に始まった群雄割拠はやがて三国の定立へと収束する。三国、すなわち劉備の蜀、孫権の呉、そして曹操の魏。今曹操と劉備はすでになく、魏と蜀はその子や孫が継いでいた。天下は三国のせめぎ合いの中、次なる時代を目指す。蜀の上将諸葛亮は魏に対し幾度となく侵攻を繰り返した。しかし魏の智将司馬懿がこれに応戦、蜀軍をことごとく退けた。消耗する蜀と己の命、焦る諸葛亮は最後の勝負を敢行。五丈原の地に大々的な陣を展開、乾坤一擲の構えを見せた。魏軍を率いるは司馬懿、司馬氏、司馬昭、趙俊から英知の一族。その長たる司馬懿の視線は動き出す時代の先を見据えていた。この司馬忠達の智謀、見せてやろう。言ったか、諸葛亮。父上、なぜそのような声を。我が血をかけて戦うに値する男、それがいなくなるのだ。これよりの戦はただ退屈となろう。よっと、いいじゃないですか。退屈だろうと楽なのはいいことだ。追撃を始める。ちょ、気を抜くなよ。はいはい。テーマだ。分かってますって。旦那様、好敵手を失い悲しゅうございますね。旦那様こそ油断なさらぬようご一緒してもよろしいですね。諸葛亮、せめて完膚なきまでに蜀を叩くことこそ貴様への手向けよ。行くぞ。諸葛亮なき今、恐れるものはない。無謀の衆と化した蜀を打ち滅ぼせ。ルフィ、まずは先制を押し返す。本陣前まで押し寄せた敵を倒すぞ。諸葛亮は英知の男だ。だが奴でさえ己が天下の前には無理。この俺が一撃を消してやる。へい、負けてたまるか。俺たちは絶対に諦めないぞ。ルフィの諸葛亮を失っても依然士気は高いか。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。敵将、私が討ち取った。
私が討ち取った。いつもながらお見事な武勇。策の出番もあります。
手触りな敵の陣地を叩く。敵将、私が討ち取った。案の定、我らを追ってきたのは。今だ、門を閉めろ。託された思いにかけて、我らは負けられぬ。火を放て、火を焼き尽くすのだ。情でひた進むだけの輩が、まあいい。諸葛亮よ、貴様なき今、私は思うままに進むのみよ。死、生、乱世の罪とは何だ。世を乱す、まさに言葉の通り。天下の平穏を破り、
戦果をもたらすことと存じます。こんな面倒ばかりで面倒くせえことですかね。愚か者が跋扈する。乱世の罪のすべてはそこに行き着く。才ある者が時代を動かす、それは良いのだ。だが才なき者が我も我もと立つ、それは天下に対する冒涜とさえ言える。わかるな、師、将。芸人我らは己の才を磨き、天下をあるべき姿へと導かねばならんのだ。